上手なんだから。上手じゃないよ。ああ、本当だよ。モーニングコーダー FM。 グッドイブニコンサー長めの GEK 2週間ぶり、皆さんこんばんは。さあということで、まだまだこの時間こう不慣れな、あ、私ミスタースティービーでございますよ。毎週月曜夜8時、この時間1時間はですね、グッドイブニング講座、略して GEK の時間でございます。毎週水曜日のね、朝11時からやってるグッドモーニング講座の、何番組、スピンオフ的番組、という感じでね、3週目になりますよ。先週はね、ちょっとの、あの仕事の関係上でこうお休みをしておりましたけどね、今週からまた賑やかに、お届けしてまいりたいと思いますね。私、あのミスタースティービーでございますけどね、今日は1月の何日 ?26日のね、最後の週の第4週の月曜日でございますね。 FM 小座スタジオ前、中央パークアベニュー国道335線、ガランガラン、ガランガランとしてます。先ほどまで ね PTA の番組、こうすんごいギャラリー50名ぐらいいましたかね。ね、潮が引くようにみんな帰ってしまいました。あれは何だったんでしょうかね。もう僕はこう、今日はこう、あの帰ってくる崎山由衣三田さんに、こうギャラリーがこう黒山の人だかりにこうなってるのかななんて思ってましたけどね。それではなかったようでございます。今日の AD、この方です。遠足くん、こんばんは。はい、遠足くん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。はい、遠足くんね、遠足という名前ですけどね、遠足くん、エソンくんと言われていたこの方です。おかえりー、ただいまー。見えるかな、見える、ただいまー。はい、さあということで、あなた誰ですか。あ、崎山由衣だよ。崎山由衣、カリフォルニアに行ってたよ。カリフォルニア3ヶ月間こう、うん、超短期か、合宿ということ。そう、長かったね。超短期留学でいいのかな。ホロホロしてねえ。まあでも、あの英語に磨きをかけてね、うん、ね、3ヶ月さん、ね、ねえ、教えてね。 GMK の子担当でしたけど、10月の2週ぐらいまでいたんだよね。うん、いた、ね、うん、それから、まあ、約3ヶ月、うん、で先週の月曜日にはいたんだよな。いた、いたよね。いた、いたけどスティービーさんができなかったんで。そうだね、ちょっとお休みでしたけどね。うん、風邪いちゃった。いやいや風ではないけど、仕事でねちょっとね、こう、あの野暮用があって、ね、出れなかったんですけどね。うん、ゆいちゃんどうでした、カリフォルニア。なんか入ってきてるよ、いっぱいいっぱい入ってきてるよ。入ってきてるよ、うん、カリフォルニア、カリフォルニア楽しかった楽しかった。暑かったね。超エンジョイしてたよな。なあ、伝わってた、伝わってたよ。もう帰りたくないみたいな、こうモードがすごいいっぱいしてたよ。本当、違う、沖縄帰りたかったよ。だけどこう連日なんかさ、うん、ジム行ったり、うん、行ってた、なんか英語勉強したり、うん、パーティー行ったり、うん、で買い物したり、よく見てる、買い物したり、うん、買い物したり、買い物したり。よくわかってる。すっげえ買い物してたよな。買い物しまくった。もう持ってこれたの、もうあのね、いっぱいやっちゃったね。やっちゃった。もうこのため10年ぐらい貯めてたの。貯めてたの。10年ってあれね、この買い物を抑えてたの、うん、抑えてたわけ。10年ちょっと持ったね。そう、そんなゆいちゃんですけど ね、メッセージもね今日来てるよ。もうね、あの、ね、さっきのね、こうあのツイキャスがね切ってなくって、うん、もしかして
あの もしかして ゆいちゃんもしかして登場したりするのかなとかね。あ、もう聞いてなかった、聞いてなかった。そう、一応さ、まあ、先週お休みだったからな。ほんと、うん、あきちゃんさんから来てますよ。スティービーさん、ゆいちゃん、ハロハロハロピー、ハロハロピー、死に久しぶり、久しぶりだね、死に久しぶりよ、もう3ヶ月だからね。ゆいのこと覚えてた？覚えてるはずよ。よかったよ、あきちゃん、この日を待ち遠しかったよだ、アメリカになってる、アメリカになってるだ、顔見せてごらん、早く顔。ごめん、めっちゃうちなんじゅ。アメリカゆいさん、向こうでは向こうのメイクしてたの？いわゆるほら、ちょっと向こうのメイクって違うじゃない、日本のメイクと違って。濃ゆいっていうか、濃ゆいっていうか、いや、変わらない、普通に、普通に、あの、今と同じ、今と同じのをやってたの？うん、薄いよな、向こうでやったこれはな、どっちかっていうとね。そう、あー、うん、と思ってたけど、うんうん、でもなんか普通にナチュラルな人もいっぱいいた。あ、そう、うん、めっちゃみんな綺麗だった。あ、そう、うん、もうスティーブさんがいたらもうさ、もうねえ、なったよ、プレイボーイになってたよ、マジわお、ロマンスがもういっぱいもう生まれてたかもしれないな生まれてたかわからんなそうかな。ねえ、他にも来てるよ、ほらね、ね、これはこれ勝美さんっていうのかな、こんばんは。はい、こんばんはでございますね。勝美さん、こんばんは。あきちゃん、ゆいちゃん、はい、曲たくさん作ってきたかな。歌詞いっぱい書いてきた。歌詞、歌詞は作って、曲まではこうできてないのかな。曲は作ってないね。ねえ、もう歌詞ばっかり書いてた。もうなんかいろんな思いがあったから。やっぱこう向こう行ったら向こうのこう環境でこうなんか全然違った、詞が生まれてきた。うん、もう超生まれた。お、マジ、もう産みまくってきた。産みまくってきた100人ぐらい産みまくって、未婚の母で産みまくってきたマジですか。産みまくってきた。他にもたくさん、来てるよ。あ、イ・ジェヒョンさんね、大人のグッドモーニング講座が始まりました。あの、グッドモーニングじゃなくてグッドイブニングだけどねジェヒョンちゃんね、アキちゃん、エンソさん、ユイちゃんに会いたかったんじゃない。エンソ君どう、ユイちゃんに会いたかった、初めまして。あ、そうですね、やっぱしあの初回からずっとユイさんの話出てきたからな、はい、そうなんだ、してたんだよ俺。は、嬉しい、もうちゃんと覚えてくれてんちゃん。もういくつ寝るとって俺ずっと歌ってたよ本当、うん、めっちゃ嬉しい。本当だよ、もうずっと俺枕涙流してからさ、もうじゃあエソンさん言うことして。エソンじゃない、エンソ、さっき言ったでしょ、エンソ、エンソって言ってなかったユイエソンって言ってた、エソン、あなたね、あなたねえ、ね、イブニングアベニューさん、はい、ゆいさん凱旋なのにギャラリー帰っちゃうなんてもったいないって、ほら、だからさ、呼んできて、ちょっとだからよ、みんなもう一回帰って、上手に、もう帰ってきて、帰ってきて、帰ったよ、あきちゃんさんね、キャー、さらに美人になってるって、俺、ほんと？ほら、美人になってるって、 ありがとう、すっげーな、美人になってるって。一皮剥いたのかな、一皮向けた、あ、そういい女にね、イ・ジェヒョンちゃんね、エンソ君、元素記号で書くと、CL、番号までは忘れたぜ、かっこ大汗って、ね、な、あ、エンソっていうのが、ね、化学記号、そうですね、化学記号のエンソ、あのプールに入ってるエンソ、あのエンソのことな、はい、本当なんだ、あ、そう、あ、じゃあ CL とか呼ばれるの、なんかニックネームで呼ばれないよ呼ばれないよ、これジェヒョンちゃんが初めて言われた、言ったでしょ。そうですね、ね、他の言わないよね、はい、じゃあ DJCL にしよう、 CL ね、ゆうきさんから来てます。スティービーさん、ゆいちゃんおばんでやんすゆいちゃんお帰りなさいって、ほらおばんでやんす、嬉しいね、みんなほらこうやってこうあのウェルカムでこう待ち受けてる、ほんと、ね、みんなこうこの、画像を撮って待ち受け画面にしてしてね。さあ、ということでそんなこうゆいのね、まあ、カリフォルニア気候もね、お土産話もこうね、はい、どんどん行きたいと思いますんで、まずは大事な CM その1です、どうぞ。あ、曲流すと思った曲はね、後でまた流すよ。今日何流すか。やっぱりこうマジで決まったからパーティーじゃないかな。パーティーなんかそうな、うん、おいよ、一応エンディングもパーティーだけどさ、いいよ、なんで2回も流せんね、うん、2回も3回も流そう、2回も3回も流そう、ね、GEK なんだね、夜はね、グッドイブニング GEK、ね、グッドイブニング講座、初聞いた、うん、そう新鮮だった。ほら、アルファウィングさんも来てるよ。いっぱい来てる、ほら、よかったね。久しぶり。いつもツイートありがとう。いつもリツイートしてくれるわけ。あ、そう。超早
わけ。これ何こう貼ってるんじゃないか。もうさ、ゆいがこうなんかこう、ツイートしたりこうフェイスブック上げたりするのこう待ってんじゃないの。じゃあ貼って待ってる待ってるの。嬉しいよでも。いやでも本当元気そうでよかった。超元気だよ。妹も一緒に帰ってきた。妹も一緒に行って妹一緒に帰ってきた。あそう。でももう妹いないよ。え、なんで？もう東京に行っちゃった。あ、そう。帰ってきてすぐ。東京なの妹は？なんか一応学校で、そうそう、うん、東京。まだ学生だったっけ？うん、学生。あ、そう。なんのあれ勉強してる？ね、あの薬剤師になりたいって言って。あ、薬剤師。うん、姉ちゃんとは全然違う方向です ね方向だな、ね、稼いでもらんとねって言ってお姉ちゃん稼いでよとか言われる。いつも二人であんた稼いでお姉ちゃんのために。そのうちわらさんも一発逆転で、おもう CD がミリオン売れて、これはスティービーさんの力にかかってるね。何怒ってもらおうかな、ゆいに。いや、何でも何でも怒ってあげるよ。任しといて。そう。楽しみにしてるね。楽しみだね。今年はなんかまた一緒にやろうね。ねえ、だからさ、いいね、うん、ね。今年こそね。さあ、ということでね、改めてね、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メッセージはこちらまで、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp まで皆さんからのメッセージお待ちしてます。さあ、ということでメッセージ来てますよ。ミスタースティービーさん、崎浜ゆいさん、あ、はい、演奏さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。テスト勉強しながら聞いてます。よろしくお願いします。小座之助くん。小座之助くんってまだ学生なのかな。そうですね、学生で、沖国の。あ、沖国大の。はい。あ、そう。何をや、あの、専攻してるのかな、小座之助くん。僕ね、あの、FM 小座のさ、はい、なんだったっけ、あの、ネズミじゃねえ、ハムスターが小座之助と思ったら、あれ、小座太郎なの。そうですね、小座太郎ですね。何、FM 小座に、だから、あそこ、いるのよ、ハムスター。ネズミじゃないし。ネズミと同じじゃない。え、あれだから、小座之助と思ったら小座太郎だった。なんで名前があるの、ね、名前があるの、小座太郎くんって。そうなの、すっごいあいつ、凶暴なの。じゃあ、小座之助さん、小座の太郎にしたら、だから、小座の太郎、小座太郎。小座太郎。ねえ、小座之助くん、どうでしょうかね。どうでしょうか。勉強のこう状況もちょっとね、教えていただければと思ってますんでね、よろしくお願いします。はい、ね、それからね、ツイキャスがね、いっぱい来てる。お、ね、うん、どっち？はい、アルファウィングさん。どうもスティービーさん、グッドイブニング、そしてゆいちゃん、おかえりー、ただいまーって書いてるよ。あ、白髪小僧、元気？白髪小僧。もうフルネームだよ。白髪小僧ってわからないけど、伝説のベーシストだから、彼は。へー、沖縄ロック界の。そうなの。そうよ、すっげー有名な人よ。弾いてくれないかな。ね、いいね。さあ、そしてね、勝美さん、うん、元素番号17番でしたっけ。ほら、遠足くん、CL17番。何なの。多分あの記号の、記号のね、その何番かっていう、何番かっていうやつね。すごい、乗っかってくれてるよ。遠足くん頭いいですよね、絶対。遠足くんね、うん、アルファウィングさんから来てます。今ちょうど仕事帰りで、はい、たまたまコンビニでご飯しながら聞いてますよ。ね、アルファウィングさんの CM 中にさ、ゆいがこんなこと言ってた。もうアルファウィングさん、私がこうツイートするのをこうもう間髪入れずにリツイートしてくれる。そうそう、すぐしてくれるよね。アルファウィングさん仕事しているね。大丈夫？ずっとこう、崎山ゆいのこうなんていうの、あのずっとこうあのストーキングしてない？大丈夫？いや、ストーキングして、して。ねえ、まあファンがあってのね。でも超嬉しいの、いつも本当に早いわけ。ね、そうなんだよね。そう、だってアルファウィングさん、那覇からだもんね。あ、そっかそっか。那覇に住んでらっしゃる。那覇に住んでてここまで来てくれるの。そうそうそう。いや、ここまで来てて電波だからな。あ、電波というか、電波じゃなくて。たまに来てくれるじゃんね。あ、たまに来てくれるよ。うんうん、そう。でね、那覇から来てくれてるんだ。1月の、オフ会ライブ、ちょっとほら、まだ帰国が間に合わなかった、うん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 、その時にも来てた。うん、あ、そうなんだ。そうよ。ね、楽しかった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 。はあ、聞きたくないけど聞きたい気になる。またやろうな。うん、でさ、うん、崎山ゆいは
いくつになった28 28いつになっいつでここ1月の9日に21になっちゃった、うん、あ、21じゃない21って卒業した21やサバ読むな幸せ28 Happy birthday to you ゆいに Happy birthday to youHappy birthday, dear 咲浜ゆいちゃん。ケーキかわいい。なになになに ?Happy birthday to you. 1月9日に買ったケーキだからこれもう腐れてるかもしれないよ。へぇー、1月9日、腐れてるね、これね。かわいい。なにこれ、ケーキみたいな、これはね、石鹸です。あ、これ石鹸なんだ。そう、石鹸です。かわいい。あなた、ろうそく好きっていうのは知ってるけどさ、石鹸にしてみました。好き。あ、ロース…あ、そっか、石鹸だよね、ろうそくみたい、うん、ろうそくみたいでしょ、匂いしてみたいもう、開けりゃいいじゃん匂いしてみたいって、匂いしなかった、うん、ラッピングしてるから匂いしないかな、うん、匂いしないかな開けたらね、もう石鹸だよ石鹸だ石鹸でしょ石鹸、かわいいでしょね使いたくない飾っといていいえ、いいよ使いたくない、これねえかわいいこんなんで、こんなんいいのかなこんな感じね、そう皆さんありがとう、今からでも崎山への、ね、バースデープレゼント覚えててくれたんだ、覚えてるよ嬉しいだってゆいから T シャツもらっただろ俺誕生日の時あれずっと着てるからな本当そう今度着てきてよお着てきてる着てくる大丈夫ボロボロになってないボロボロになってない白の T シャツあんま持ってないわ今日あ本当ほぼ黒とかねグレーとかねあーちょっと濃い色の T シャツが多いんだけど、ああ、ね、確かに白あんま見ないかも。白ね、だからもらって嬉しかった。本当？うん。ああ、そう言われたら嬉しい。そう。あげてよかった。ね、思い起こせばだから、6月ぐらいだもんね、昨年の。そうだね。マネージャーをこう仲介してな。仲介。そうそうそう。マネージャーを。マネージャーをこう仲介して。うん、うちの子ね、うん、娘がこう、音楽やってるんです。あ、そうなんですか。じゃあ今度一緒にやりましょうよっていうのからきっかけですか。うん、そうだね。あ、本当に、うん、あ、え、じゃああれ、半年だから、あのね、5月の末とかね。だね。あの、5月ぐらいかな。で、一回この番組にほら来てもらったんだよな。そうだよね。そっからずっとだよね。それからなのよ。すごい、半年かもう経ちましたよもう経ってるね過ぎてるね、うん、崎山ゆいさんやだねえやだって言うな早いよだって気づいたら50ぐらいなってんじゃん長いようでこうあの短いんだよまだそうだねそうそうそう長いようでね長いようで短いすっごい、ね、なんかこう濃縮でこう何年かこう ねお付き合いしてるような感じですけど実はまだ半年そうなんだ ねそうなんだもっとなんかねうん何なんか、なんか知らない間に親近感湧いちゃってる、うん、親近感湧いてる湧いちゃってるそれ嬉しいね ねツイキャス来てますよあ、来てる、ね、来てる来てるですね、うん、あこれからかなあ、こっちからかアルファウィングさんうちこう見えて本気でがっちり仕事してますし、うん、息抜きしながらリツイートして拡散してますねちゃんと仕事してるってアルファウィングさんねよかった、うん、ストーキングばっかりはしてないらしいゆいのせいで首に並んでねあきちゃんオフ会楽しかったですよねってほら、はあ、楽しかったよもういいさ読んで行きたくなったあきちゃん行きたかった行きたくなったじゃんゆい、はい、リスナープレゼントは買ってきたのかなあそうだねたぶんスティービーさん買ってきてくれてたもんなんでよアルファウィングさんスティービーさんの、うん、からのサプライズなバースデープレゼント、お比べせながら誕生日おめでとうございますありがとう、はい、ということでありがとう、物も受け付けてますんでねとりあえず私仲介者私は仲介者とりあえずこうなんかこうあの金目のものは私がそのままいただきます危ないなそうじゃないものはゆいにこう渡しますね気づいたらスティービーさんがつけてるかもしれないそう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 なんかこうきんあのじゃら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 こうアクセサリーこうしたりとかねさっき派手になったわまあそんなこう崎山ゆいですございますけどねアメリカ何回目なのね、うん、アメリカ自体は2回目だね、うん、2回目ちょうど去年誕生日の時に行ってうんうんその時ニューヨークに1ヶ月あその時ニューヨークだったのニューヨークだってで、はあ、今年がカリフォルニアでしょえじゃあ
本当に丸1年前はそうそうニューヨークだったの。そう1年前そうニューヨークだったの。めっちゃ寒いよなニューヨーク。超寒もうマイナス22とかだったでしょ、うん、ニューヨーカーの俺が言うのもおかしいんだけどさ寒いよな。あれそうだよね。めっちゃ寒いんだよ。めっちゃ寒かった本当に。で今回行ったのはカリフォルニア。カリフォルニアまた暑いよな。またあったかいわけね。何度ぐらいだったの。昼間超あったかかったよ、うん、20度は超えてた普通に昼間でも、うん、カリフォルニア不思議なんだけど、うん、昼間超あったかいんだけど、うんうん、夜超寒いってば。マジ夜はまたマイナス1とかにもなるし。マジなるなるなる。沖縄よりずっと寒いじゃん。寒いよ。マジかよ。いつもあなんか涼しそうな格好してたでしょ、うんうんうん、昼だからマジ、うん、夜はもうこうグッと冷え込むのね。だから体内おかしくなりそう、うん、おかしいよな、うん真夏と真冬がこう交錯するような感じだよな。そう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 。はあ。不思議だよね。それは大変だ。これは何この時期だからっていうこと。これは季節関係なくそうなのかね、うんうん、カリフォルニア。多分違うと思う。夏は普通に夜も暖かいと思う。暖かいでしょ、うん、今は冬だからこうちょっと夜がそう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 、ま、でもマイナス1度ってすごいね。だった寒かった、うん、あそう年明けた時はもう本当にマイナス1ってたから、そうなの。寒かったよ。でホストファミリーのところにね、うんまあ、下宿というか、うんうん、こうやってね3ヶ月も居候しちゃう、ね、これお友達のなんかところなの。そうお友達が、うんうん、沖縄にいた友達が、うん、もうカリフォルニアに行って、うん、仕事で、うん、でそっちに住んでるわけ今。あ今住んでるのね。そう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 、うんうん、また今年の夏に行こうかな。あまた、うん、2日ぐらい、うんあそう、うん、メッセージ来ましたよ、はい小座之助くんから、ゆいさんが以前に出演していた小座って10回行ってみてもうよく聞いてましたよ。うそー小座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 でしょ本当、うん、沖縄国際大学の法学部に通ってるってほらマジですか。天才天才天才現る法律や政治経済行政等に関するお勉強をしてますってほら。へえ。名前は小座之助で通しますねって。小座のダボって却下って。ちょっぴり大人の番組だと小座のスケベになりますかこうはね。あ待って本当だね。うん。いやでもねすごいな。すごいね。小座之助くんちょっと法律的なこうあのなんか、メッセージも崎山優衣に待ってますよ。優衣さんこの、ことについて案件についてどう思いますかとかね。あうん。ね。言ってみてわからないと思うけど。これに対してこうあのユイがねしっかりと答えるっつうのね、うん、真剣に答えるからさ。いやでも、そんなこう崎山優でございますけど、はい、カリフォルニアではそん、英語もなんかこうスクールとかにも通ってたの。英語スクールっていうかもうちょっとした、うん、もう軽い感じだけど、うん、まあでも日常会話がもうレッスンだからな。そうだね。もう英語じゃないとどこにも行けないし。そうだよね。なんかバスとか乗ったわけね、うんうんうん、もうほら日本語喋れないさ。もちろんだから、うん、どっからどこバス通ってるかもわからないし、うんうん、で聞いたの全部聞くしかないから全部聞いた。はいはい、ちょっとあのはいいいよ、まず最寄りのバス停は何バス停ですか。うん、わかりません。だから教えたよ早く。わからないよじゃあそれわからない、まあ、わからない地名のバス停から知らないよ。あなたはどこに行こうとしたの崎山優也。あ、ゆいはさ、うん、ゆいはモールに行こうとしたのに。モール、うん、ショッピングしにショッピングしにね。で、そこでこう、バスの運転手に聞くの。そうそうそう、バスの運転手になんかピシッ。そう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 、はい、ピシッ。はい相手から、うん、どこ行くのちゃんと言え、お前英語喋れるだろ。喋れない。あのね、皆さんこれ、先ほど言ったバカみたいにしてるけどね英語喋れるんだよ、この子。はい、もうテイク2いくよ。なになになに。はい、3、2、1、ピシッ。あバスが止まりました。開きました。ピシッ、はい、バイバイ。お前高流れるよ、ちゃんと言え。喋れるだろう。喋れないよ。なんで喋るの。喋ったことあったっけ。そんなアホムニはいいよ。まず英語ぐらいは喋って喋るのさ。喋れないよ。喋れる程度。なんか人としか喋れないもん。だからなんでいいさ、その。こうなんていうの。え人じゃないのか、俺。人だった人だよ。そうそう、ちゃんと喋って。ほら、見てみ、ほら。なんか早く喋ってって、アキちゃんが言ってるよ。ちょっと待って。早く喋って。アルファビングス、はい。
パチ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 出てたよ。あきちゃん、もったいぶるな、過去あるよ。ほら、早く。みんな期待してるよ。何？だからバス停で、わかんないよ。モールに行きたい、うん。バス停で待ってました。バスが止まりました。ドアが決まった。プシュー。はい、どうぞ。またね。なんでお前、恥ずかしがるわ。普通に喋れ、普通に。わかんないよ、なんて言ったかな。何言ってる。わからんよ。ペラ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 って言って喋るだろ。でも怖かったよ。何が怖かったなんか何よ、バスがさ、バスが急にさ、なんか途中で止まったりするわけ。は、何、走行中にっていうこと。なんかさ、あのアメリカのバスってなんか超自由で、なんかバス急に止めたと思ったら、バスの運転手さんがパン食べ始めたりするわけ。え、何何、ちょっと待って、お客さん乗ってんのに路肩かなんかに止めるということ。あの駐車場にと、じゃなくて駐車場とかじゃない、じゃなくて、もういわゆるこう道路のこう脇道というか、そう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 、路肩に止めて止めて、何し始めるのかなと思ったら、カバンからよなんかパン出してきて、おうおう、で、パンを普通に食べ始めて、ダッチタイムみたいなことするわけ。ゆいと妹は、はなになになに、なに、なに、何が起きてるのみたいな思うじゃないですか。おうおう、日本人はね。でしょ。なのに、なんかお客さんは、なんか普通なわけ。普通、どんなしてるの、普通の、普通って。え、普通に座って携帯触ってたりとか。触ってたりとか。なんか、ゆいたちはもうなんか周りを見渡してるわけね。え、これなになに、みたいな。なんで、どうしたの、どうしたの、みんな、みんな、どうするの、どうするのってなるよな。なるでしょ。なるなるなる。だけど、なんかみんな普通なわけ。あ、そう。普通にお友達と喋ってたりとか。我関節なんだ。で、はあ、話をよく聞くと、これが普通らしいわけね。はあ、これカリフォルニアが普通なのかな。海外では普通みたい。海外、まあでもほら、日本みたいにさ、うん、あのまあバスはまあちょっとこうね、交通渋滞で違うけど、うん、電車みたいな本当1分1秒こう狂わないさ。うん、あ、狂いまくるよ。あのだから あんなの普通、うん、飛行機とか、うんうんうん、遅延しまくり当たり前、うんうんうん、もう何時間遅れるのも当たり前らしいよ。うんうん、そうなんだ、うん、じゃあ、あっちの人にとっては普通なんだ。普通。でもびっくりしたわけね、一応。お腹空いてたんだろうな、このバスの時間が。そうそう、空いてた。やってるか、お前、今日朝、もうずっと俺、今日仕事ずくめで、お前、運転手。俺、もう飯食う時間もないなって、文句あるみたいな感じなんだろうな。本当にそうなんだと思う。びっくりした、ね、なんか一応妹が詳しくて、なんか友達から聞いてたらしくて、行く前に。はあ、友達はこれ普通みたいよって言ってて。うんうんうん、あ、このことだったんだと、本当なんだねって言って、へえ、噂じゃなくて本当なんだって話になって、まあこれもいわゆるカルチャーショックだよな。カルチャーショックだった、本当に、ね、やっぱこう、場所が違えばさ、うんうん、こういわゆるスタンダードというか当たり前っていうものもねそうだね、違ってくるからね。確かに、うん、あ、他にはなんかこうびっくりしたのある？カルチャーショック、うん、カルチャーショックしたのいっぱいあった、うん、他にはトイレ、トイレ、トイレ、はい、トイレは、うん、なんか本当にどこのトイレ行っても、うん、ペーパーが散らかってる本当に、じゃあ思うでしょこうマジだからね。あ、そう、うん、どんな風に散らかってるのかな、なんか、ね、うん、なんか写真撮ろうと思ったんだけど、撮ればいいのにあ、撮ればよかったね。なんかね、うん、ほらトイレペーパーってほら、うん、日本人じゃ、はいはい、そんなのないじゃん。なんかちゃんとトイレで、ね、まあ、な免疫の中に捨ててるのが普通でしょ、うん、まあ普通普通、一応捨ててるんだけど、うん、あっちの人も免疫の中に捨ててると思うけど、うんうんうん、なんかトイレットペーパーがちぎったのがいっぱいそこらへんに捨てられてるわけもう必ずだわけ。これトイレットペーパーのこう妖怪ウォッチがいるかもしれないよいるかも、ちぎってからこう、いるかも、こう散らかしているこう妖怪みたいなのがいるかもしれないいるかも、もうあ、三角にこう折りたたむ人はいないよな、いないいないよな、あれ日本人ぐらいだよな、癖でやっちゃうわけね。 ゆやる人だから、やる人なの、癖で、ほんほんほん、そうそう、やっちゃうんだけど What's up? What's happening man? とかって言うのかな三角におられてたらな、いるかも、おんないかもなそっか、ニューヨーカーだったや、スティーブさん、ねえ、そう、なんかやっぱ日本って綺麗だなって思った。綺麗だよね、これは、うん、韓国行った時もそうだったわけ。あ、そう、うんうん、なんか韓国の人たちはトイレ、うん、韓国の人はまたトイレットペーパーをトイレに流さない、うん、あの国らしくて、あ、そう、拭いたものをと横のチリ箱に捨てるみたいなのが普通で、あのね、これは日本のこういわゆるこう、うん、下水道のこう処理の仕方っていうのはすごくこう、うん、しっかりしていて、あ、そうなんだらしい。だからあっちだ、詰まるんだろうね、それを入れると詰まるっていう国が多いから、そう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 、あれはだからその別にこうあの不衛生でも何でもなく、うん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 、
って、うん、なんか言ってた、そう書かれてて、うん、日本語でもあの韓国の時に、うん、なんかつま日本人の方へみたいな、うん、だからそれ入れると詰まっちゃうから、そうそうそう、ゴミ箱に捨ててください、捨ててっていうことだよね。それもびっくりした。まあそれもだから一つのカルチャーショックだよな、ね、日本と違うなと思って。あ、出ないと分かんないよ ね、 ね、うん、あんたトイレのことしか言わないの。あ、トイレあ、いる、うん、いる、うん、いろいろあった。あ、なんか、うんうん、逆にカルチャーショックじゃないのとかは、うんうん、なんか外人さんってフレンドリーとっても、うん、横でこうやってほら散歩とかしてて、うん、横ですれ違う時も、うん、Hi, how are you? とか結構、うん、なんか普通にね、なんか、うん、知り合いだっけとか思って知り合いって振り返って、今私に言った、私みたいな。でもさ、これってあのニューヨークではそうでもないでしょ。あ、言われてみればそうだ。だから、あの、だから なんだろう、こう、言わないやん。例えば東京と大阪の違いじゃないけどさ、そうだね、大阪だったら普通に、あ、兄ちゃん何してばんのとかで普通にこう、はいはい、あのお話しするような感覚だと思うよ。確かに、うん、だからカリフォルニアはそういうこう、まあ、あのね、気候もあったかいし、うん、心もこうオープンで、オープンな感じだったっていうような感じかもしれないよ、うん、いっぱいあった、そういうの。だってアメリカも広いもんだって。確かに、うん、だから田舎行ったらもっとこう保守的なところもいっぱいあるはずですね。あ、うん、行ってたかも。あんなってあのちり紙こうあのあのあの散らかしてたらこうあの散弾銃でバーンって撃たれるかもしれないよ。大丈夫。いやいや、だからいや、どそんだけこう広いから。そうだね、いろんな価値観があるから。そうだね、な。よかった、撃たれなくてちゃんと捨てといた。三角にまとめてよかったかもしれないよ。さあ、ね、そんなこうカルチャーショックしまくりの崎山優ね、あの曲一曲かけてもらおうかね。お願いします。お、何する？パーティー。パーティー。さあ今、ね、遠足君がね今見てる。大丈夫？じゃあね、これ ね、 ね、あの皆さん、ね、パーティーちょうだいというこうね、パーティーズっていうこうあの、うん、沖縄のイベント会社の CM に使われたの。そうなんだよ。フリーで曲だけじゃなくって、うん、崎山優衣も出演するの。そう、出演する。マジかよ。マジだよ。なんでスティービーさん呼ばんかった。だからよ。だからよ。これいつから放映するの。もう忘れてたさ、ごめんね、うん、いつから放映するの。ね、2月9日2月9日、もう来月からだ ね、 そうだね。さあ、そんなオンエアが楽しみなね、パーティーズのCM ね、使われてるこの曲お届けいたしましょう。パーティー。すごいな、出演もしてるんでしょ。いいじゃん。出演もしてる。出演すると思わなかったわけ、うんうん、出演もしたことになって、ね、不思議だよ君に会うとなぜだか泣いてた昨日が嘘みたい。私の幸せ。
君の幸せは私の幸せ、私の幸せは君の幸せ、ラララララ Love is fine、yeah、ラララ You make me crazy happy、 ラララララ Love your heart、 yeah、 ラララ You're my special boneFM 子供って言えとけばよかったな、あのセリフに勝手に。でも楽しみだな今年はね。ね、楽しみでも、うん、本当にもうすでに楽しいから。あ、ライブ告知もさせてほしい。はいよ、もちろん。そのためのこう番組どんどん使っていただく、うん。あ、法律問題来てるよほら。そう、うん、やだー、ゆい本当に答えきれると思ってる。そうだよ、ハムスターさん、うん、ハムスターじゃねえよ、もう名前も全然違ってるよハムスターだった、違う、ハムスターの小座之助全然違ってるよお前小座之助さんだハム太郎にしとけよ、まだハム太郎じゃなかったっけ、ハムの助先生だハムの助じゃない、小座之助、もうこっちのハムスターは小座太郎、せめて小座、あの ハム太郎にしてくれよハムスターってもうまんまやし、ね、全然関係ないし小座之助と、ごめんね、問題ちゃんと真剣に答えるよ、いやー、おもろいな、このこのテンポだな、やっぱり唯一なあ、このテンポはやっぱ面白いな、落ち着くな、待ってた、このテンポ待ってた、だってこのテンポはね、さっきあんまユイとしかできんからな、はい、うん、マジでこのテンポは、本当そうだよ、さっきあんまユイさんとだけですね、そう、またさっきあんまユイはまたこんなテンポで、はい、なかなか僕は喋れないだろ、10秒前で、うん、CM 開け、あ、もう開ける、はい、あ、早いな、さあということでね、メッセージ届いてますよ、ハムスターさん違うっつーのもう全然違う名前ごめんねもうせめてハム太郎って言ってハム太郎ね、ね、もうちょっと今から聞いてる人で何って言ってるのって思うかもしれないけどね、もう一回言って名前何だった、ハム太郎、ハムスターの名前が小座太郎、小座太郎 ね、こっちはハム太郎、小座之助、全然ハムは入ってない、全然違うさあその全くこうハムスターとは関係ない小座之助くんからメッセージ来てます、日常用語を法律用語っぽく言い換えることは少しならできますよ、かっこ悪い、この日の予定開けといてねと友達に言うのは、うん、この日の予定差し押さえといてねとか、今日は冬なのに暑いねは、今日は冬が夏を先取り特権、先取り特権、うん、難しい、 LINE のグループで既読無視せずにコメントが欲しい場合はなお、既読は同意とみなすと言ってみたり、なお既読は同意とみなす、うん、すごい、これ法律っぽいよな、うん、ねえ、ゆい多分ね、これで LINE でこんなこと聞かれても、うん、多分ね返すのはね、うん、ハテナのスティッカーだと思う、そうまあどんどんハテナで返してくださいね、何言ってんだろうって思う、できたら2月9日の GEK に見学に行きます、ね、2月9日、あ、本当ですか、うん、やった、再来週だな、来て来て、ぜひ来て来て、ね、小座之助くん、じゃあコマーシャルの発売、あ、オンエアの日だ、オンエアの日だよね、うん、あ、いいじゃない、来て来て、ね、
あの小座之助くんじゃあの六方全書を片手にあの遊びに来てで中にスタジオブースに入ってから、うん、じゃあ法律問題をそうだねいろいろやってみましょうねさあそれからですねツイキャスもこう来てますよよねはいこれかあアルファウィングさんゆいちゃんよかっこ笑い、もうあなたがこうじらすからよ、ね、ごめんねじらす、うん、じらすすぎあきちゃんやっぱりゆいちゃんの曲はハッピーになるねってほんと嬉しいありがとう釣り太郎さんねあれ放送こんな時間だったか、うん、日本最北の稚内からこんばんはね釣り太郎さんはね GMK にも何回かこうメッセージそくれてる人なのどこから稚内稚内でどこさあここで崎浜ゆいに質問でございます出たーゆい質問得意だけど稚内とは日本47都道府県のどちらでしょうか和歌山県ブー最北端って言ってるじゃん日本最北北海道はい正解でございます今さっきのビーって消しといてから北海道ですねえ釣り太郎さんね崎山優がボケてなくて真剣に言ってますよおっかないねえ釣り太郎さんパチ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 言ってきてるすごいでしょねえ面白いはいそんな感じでございますよ、どっから聞いてくれてるんだね、うん、嬉しいねねえ嬉しいね嬉しい寒いどれぐらい今どれぐらいなんだろう気温どれぐらいなの釣り太郎さんどれぐらいなんですかあのカリフォルニアのマイナス1度よりはずっと低いと思うよえ、うん、もっと高いってこといやいやいやうん、そういやもっと高いもっと低いもっと低いでしょもっと低いってことさ、ね、うんそうだよね絶対そうだよね氷点下どれぐらいなんだろうな十何度とかそんないや無理だなあもう来てる釣り太郎さん、はい、今日は暖かくて、はい、氷点下3度です暖かくて3度なんだ確かに今日暖かかったよ沖縄も沖縄最近暖かくない暑かった今日はもう、ね、暑かったよね今日ねめっちゃ暑い思ったゆいも23度こうマイナス3度だからなすごい、ね、じゃあ暖かくてマイナス3度ってすごいよなやばいよね多分ゆいたちあもう投資してるな、ね、投資だよね本当にいいみたいなここもう喋れないはずよなラーメン食べてるはずあのあラジオしながらラーメン食べてもう崎山優衣の温かいっていうこうもうイマジネーションでラーメン食べることなのあそう温かそうじゃん北海道ラーメンみたいなあ釣り田さん来てるよ、23度は稚内の真夏の気温だぞって嘘でしょだからすんごい寒い時って夏で23度ってことは海入れないんじゃないいや海厳しいんじゃないかねえなあ入れるの？だからあの北海道の夏は本当に一瞬だからあすっごいこうエンジョイするんだって北海道の人はあそうなんだキャンプみたいにするらしいよこうビーチパーティーそうなんだ、うん、あそんな嬉しいんだね夏そうそうそうだから砂浜にテントをこう全部こうなんか設置するらしいえ何何だから普通はほらビーチパーティー出たらあのレジャーシートとかさそうだ、ね、ああいうのとか、うん、まあテントじゃなくってこうタイプっていうね日よけはあるよな沖縄はな、うんうん、あるあるだけど向こうはこうテントあの要するにこう泊まれるテントこうやってもうキャンプらしいよまあ稚内また違うかもしれないけどねメッセージ来てますよ小座之助さん、はいちなみに小座太郎は星型のハムが好きらしいですよだってハムのスターですから過去笑いってあ、何難しいねお前は英語わかんじゃんハムスター星出すからってあそういう意味そういう意味さもうすごいねすごいねってもうすっごいこうボケ殺しだよごめんねここまで言うとねゆいツッコミはできませんツッコミできるね釣り太郎さん海水浴は真夏に2週間限定ですそれ以外は室内プールで泳いでます2週間 ?2 週間しか泳げないってことさだからこう1ヶ月もないんだ1ヶ月もないわけさ信じらんない沖縄なんて半年以上夏だよだからそのもう本当に短い夏をこう楽しむらしいそうなんだ、うん
もうこれ2月と2週間終わったらもうあれだからね、もうすぐ冬、もう秋というか冬というかね、多分ね、ゆいたちが住んでたら、うん、いつもスキモみたいな格好してるはずね、するかもしれないな、年から年中ね、なあゆいが好きなさ、うん、あのヒールもあんま履けないかもしれないよ、履けないよね、履けないよ、一回長野ニューヨークだってこうヒール履けない、履けない、履けない、滑る、滑るよな、うん、そう凍ってて、今小座之助さんに滑るって言ったらダメだよ、違うか、彼も大学生だから滑らないんだ、あだよなそうですね、でも法学試験なんとか試験とかこう受けるんだったら滑るはダメだよな、そうですね、ただ司法試験とかな、ま、うん、確かまだ2年だったと思います、ね、あそうか、まだじゃあ大丈夫だ ね、司法試験受けるのかな小座之助くんは、もうぜひ受けてからこうあのFM 講座のリスナー初のこう弁護士になってほしいよな、すごいかっこいい、かっこいい、かっこいい、ほんであの今年はほら、うん、崎山優がブレイクするだろ、あ弁護士必要になってくるね、そうだね、必要になってくるよ、そうだね、なんかいろんなこうあのほら、契約上のこう問題とかさ、そうだね、うん、弁護士さん必要だよ、崎山優さんうちの、ライブツアー3ヶ月って契約してたじゃないですか、なんでこうあのそれ途中で終わってニューヨークに行くんですかとか、そんなほらいろんな法律上のいろんなこう、うん、あの、契約が違うじゃないのみたいな、あの出てくるかもしれないよ、そうだね、その時には小座之助くんに、じゃあ小座之助さん、ね、いっぱい勉強して弁護士なっといてね、はい、ねこれはひーさんでいいのかな、あひーさん、これフェイスブックにもよくメッセージくれる、猫なしスカウターだ、同じひーさんなのかな、あ違うかな、よくわからない、こんばんは、あれ夜の時間に移行したんですか、あそうそうそうね、夜の時間に移行したね、スピンオフ番組なんですよ、でそれに対してね、そうそうそう、ちゃんとアルパーウィングさんがね、はい、こうちゃんと説明してくれてるのよ、水曜日の GM 系のスピンオフ番組だそうですよ、ね、釣り太郎さん、ゆいちゃん北海道ツアー来てくださいませ、はあ、したら来てくれます、ね、いやもう絶対行くだろ、とりあえずね、北海道、北海道は おいしいっていうさね、いろいろ食べるものがね、ゆいさん、だからさ、次日本で旅行行くなら、うん、北海道超行きたいと思ってるわけ、セミさん、函館までは行ったけど、函館は一番こう道南って言って北海道の一番南だからさ、そこの上行ってないわけよ、じゃあ行こう、だから札幌も行ってないし、うん、もう稚内なんか全然行ったことない、行きたい、行きたいよね、行きたい、めっちゃ行きたいね、え、あの釣り太郎さん呼んで呼んでくれた、もうすぐ行くわ、呼んでちょうだい、ね、ひーさん、お久しぶりです、そうなんですねって、やっぱりあのひーさんなのかな、でしょでしょ、ひーさんなのかね、ひーさんいつもメッセージありがとう、イブニングアベニューさん、北海道の市町村と姉妹都市締結をして、スティービー&ユイを派遣しよう。あ、いいことだね。お願いします。いいことだね、うん、あ。ぜひやりましょう。ね。やりたい。ヒーさん。はい。ユイさん、お帰りなさい。ただいま。同一人物のヒーです。あ、やっぱりね。でしょ？スティービーさんもお久しぶりです。ヒーさんって大阪だったよね。確かに。ヒーさん、沖縄人ではないね。うん、大阪だったと思うね。うん、あの一郎みたいな感じの人だよね。ね、なんかサングラスかけててね。そう、ね、そうそう、あ、小座の小座太郎さんから、小座之助じゃない。小座太郎って自分でも見てるよ。学校のテスト前なので、滑るってのはなしでお願いします。ね。そうだね。どっちにしろテストだからね。公務員試験は受験しますよ。あ、そう？おお、すごい。再来年の4月から沖縄市役所に勤めている予定ですか、これ。今日は暑いのに朝から長袖でやばいです。あね、頑張ってよ。ね、ね、もう夢を持って。ぜひね、もうあの頑張って、沖縄市役所入って、うん、ね、あの沖縄市役所の顧問弁護士になって。すごいね。いや、違うかもしれないけどね。あ、釣り太郎さんね。賛成。番組ごと北海道から特別配信するのもいいね。あ、いいね。いいね。夢が広がるね。あ、いいですね。あ、ひーさん、やっぱり大阪です。はい、そうですよ。合ってますって。それから、和夫さん。米沢さんかな、うん、はい、さい、熊本から、こんばんは、熊本からも来てる、すごい、熊本からも聞いてくれてる、熊本行ったことある、嬉しい、うん、ない、熊本も行きたいね、熊本って何が有名なの、熊本と言ったら馬刺しでしょ、そうなんだ、ユン馬刺し超好き、馬刺しうまいよ、食べたい、ねえ、和夫さん、合ってる馬刺しだったよね、確かね、
そうなんだ、クマじゃないんだ。クマじゃないよ、クマ元だからって言って、熊本にクマいるのかな。いないと思うけど。だから熊本なんじゃない、クマがいるから。違うと思うよ。地域作る人も考えたんじゃないの。昔はいたかもしれないけど、今いないと思うよ。いないかな。うん、沖縄は縄さ、縄、ね、縄がいっぱいあるじゃん。縄がいっぱいあるのから沖縄。沖にいっぱい縄があるわけ。縄がっていうか、ほら綱引きするじゃん、縄。あ、おいいこと言う ね。合ってるね。でしょ。で、沖は何だろう、沖。もう分かんないよ。捨てるな、自分で振っといて。もう分かんない。ね、そうそう、あ、ね、和夫さん。そうそうそう、馬刺しが有名ですって、ほらね。馬刺しうまいんだよ。やっぱりね、何がこう違うかって言ったら、熊本の馬刺しはね、やっぱ鮮度が違うんだな。あ、そうなんだ。ね、全然違うかな、やっぱり。いや、美味しかったよ、僕も熊本行って食べたけど。あ、食べたの、うん。ね、聞いてないけど。ダチョウクラブか。ね、いやでもね、本当に、ぜひね、こう、うん、崎山優衣と一緒にこう、うんうん、ツアー行きたいな。行きたい。で、スティービーさんはだから俺前説な。スティービーさん歌ってよ。歌うんだから。歌も歌うけどさ、ね、俺歌う。前説しつつの歌も。そう、しつつの。そうね。忙しいですね。忙しいよ。T さん、ゆいさん、はい、FB では丁寧な返事、いつもありがとう。あー、もう逆にありがとうございますだよ。なんかかっこいい写真いっぱいだから影響受けてますよ。ほら、本当？ほら、嬉しい。かっこいいってよ。ありがとうございます。かっこいいって、わ、すっげーかっこいいって。あー、もっといってねえ、まあまあまあ、でも28ですから、いい女に目指してますから ね、先読みもね。頑張って。今年の抱負ってちょっとこう聞かせてよ。今年の抱負、うん、うん、んとね、豆腐じゃないよ。あ、豆腐？豆腐じゃないよ。今年の豆腐は豆腐、ね、マジで、うん、分かんない。うん、今年の抱負はさ、うん、今年やりたいこと、やりたいことっていうか、ゆいが思ってるのは、うん、今年は走ろうと思って。走る、走る、おかしいかな。走ろう、うん、こんなに那覇マラソンに出たいってこと。あ、違う違う違う、そういう走ろうじゃなくて、なんかもう夢に向かって突っ走るって、そういう意味、なんていうかな、うん、夢に向かって突っ走るのもそうだけど、うん、本当にリアルに走り続けるのもそうだし、うん、あのランニングね、ランニングも走るってこと、とか、うん、なんか、うん、なんか、うん、中途半端に終わらせないで全部やろうと思って。なるほどね、まあ、さっき言ったこうカリフォルニアでこうどんどん歌詞を作ったから、そうそう、作ったから、それにこう曲をね、それも完成させたりとか、また作ってこうちゃんとした曲としてあの生み出すっていうことだよな。そう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 、うん、それもあるよね。そう、うん、今日はなんか今年はなんか 100% じゃないけど、うん、そんぐらいの、うん、もう 120% ぐらいの気持ちでやりたいと思ってる。もういいね、もう走ってる、すでに走ってる、走ってる、今日も走ってきた。今日だからアディダスつけてんの。走ってきた帰りじゃないよ。これはファッションよ。あ、ファッションなの。これはね、アディダス。これ上等じゃない、かわいいでしょ。上等だよね、俺アディダス大好きなのよ。すっげえよ、これほらほら見て、カリフォルニアで歩いてたらいろんな人にね、クラブアディダス、そう、いろんな人にどこでゲットしたのって。あ、そう、超聞かれた。でもカリフォルニアで買ったんだろ。そう、カリフォルニアで買った。買った。で、カリフォルニアでもそんなないのかわかんないけど、うん、すぐ売り切れたの。あ、そう、そう。なんかサマンサタバサとかよく行ってなかった？あ、一回も行ってなかったよ。違うよ、なんか有名なとこ行ってたよな。あの、だ、どこだったっけ、有名な。ビクトリアシークレットじゃないかな。そうだったっけ。俺なんでサマンサタバサ、サマンサタバサはカバンのだよね。もう全然知らないからさ。もう本当に見てた、見てる見てる、適当に。そこがいいよ。ねえ、はいはい、で、ね、いっぱい来てるよ。うん、ね、イブニングアベニューさんね、うん、ぜひ稚内市の関係者の方がいましたらよろしくお願いします。はい、お願いします。どん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 こうやってるよ。ねえ、それからひーさん、いい抱負じゃないか。ねえ、抱負訂正ありがとう。豆腐、ね、じゃなくてね。釣り太郎さん、他に6月に沖縄の某女子歌手がキャンペーンライブに、キャンペーンライブに来ますよって。沖縄の某女子って誰なんだろうね、うん、くっついてっか僕らも、うん、行こうか、ね、行こうか。そうだね。あきちゃん、それをリスナープレゼントにしようよ。何を、何を、何をするの。あ、これダメよ。あ、これダメってよ。絶対ダメよ。Pさん、おお、アメリカデザインっすか。カラフルで迷彩ですねって。ほら、迷彩柄ね。そうだよね、これ迷彩ではないな。違う、迷彩ではないな。これ蝶々なんだよね。
バタフライ。バタフライなんだよ。あ、マジ？あ、本当だ、蝶々だ。すっげえ。あ、蝶々だね。なんか俺カメムシかなと思った。アキさん、カメムシってカメムシってなんかやだ。小座之助さん、アディダスだけにそろそろエンディングですね。アディオース。もう締めにかかってるよ。あ、締めてもらっちゃった。もうね、残り5分でございますけどね。もうあ、ライブ告知したい。ライブ、はいはいはい、2月1日に、はい、名護市にある桜祭りに出演します。うん、お、マジですか。日曜日。日曜日。はい、2月1日、日曜日。うん、出演するので皆さん遊びに来てください。ぜひ皆さん、ね、名護の桜祭りに来てください。6時半ぐらいから歌います、はい、ということでまた来週お会いしましょう。今日のお相手はミスタースティービーと崎山優衣と崎山演奏でした。さようなら。さようなら。ありがとうございました。ちゃんと入ってたな。優衣言って大丈夫だったとーとか言ったけど、優衣で終わらすべきだったの。いいよいいよ、大丈夫。いいよね、いいよね、うんうん、はい、ほんまや、飛べそうやって。バタフライだな。飛べそうでしょ。うん、やっほー。おい。